私の放送に関して言うと、電波が悪いのが大部分な気がしますけどね。FMLE のあれは分からんけど。というのを聞こえてないうちに言う。そう、予約取るためです。みんなで抗議集会だ。よし。そう、予約枠を取るために、予約枠に切り替えるために今落としたんです。よし。あ、切れたんじゃなくて切りました。枠取り、予約枠に切り替えるために切りますっていうのが多分届かなくて終わっちゃったんですね。というわけですいません。今これで予約枠にしました。ああ、喉乾く。そう、これ予約枠です。うん、ちょっとその前に喉乾いた。喉乾きすぎ。聞こえてた。でもラグがあるままの人はそのまま落ちちゃったと思います。実際うまいですよ。喉が渇いた時の冷たい麦茶っていうのは、お茶の中でも私は麦茶最強だと思ってる人間なんで。お、コーラは諦めました。冷たい麦茶がある、ので。あれ、ここも網代だ。網代酒店。あ、ここもっていうか、そっか、網代って地名だったっけ。あ、やっぱサイクリングの麦茶は最高ですか。麦茶最高だと思います。味的には少なくとも。うお。え、香り立つ？島の香り、玉ねぎパイだって。だって、なんか今の言い方、すごく作った感じだったけど、自分のキャラクターを。600、ああ、ちょっとでかいの欲しくなりますよね。玉ねぎパイか、玉ねぎパイ。あ、でも、塩気のあるやつじゃないのかな。甘いやつかな。まあでもバラで1個買ってみましょうか。食ってばっかりだな。食ってというか買ってばっかりだな。さっきのおかきもまだ手つけてないのに。はい、あ、今立てかけた時にバリバリって言った。ちょっとじゃあ玉ねぎパイバラで1個買ってきます。買ってきてみます。買えるかどうかわかんないけど。できました。聞こえてないか。玉ねぎパイ甘いかしょっぱいか。淡路島の女性集 URL 省略。ツールは境最強。よっと。これは甘いもんなんですかね、塩気があるもんなんですかね、って聞いたら、あっさりしているって言われました。結局どうなんだろう。ちょっとどっか行ってから食べるか。島の香り玉ねぎパイ、こういうものです。お気に入りの女は中間ってことか、わらわら。よくわかんないです。お気に入りの女生主、女生主の放送を見ること自体に抵抗があるので。そう、カブと涙が。そんなフレッシュじゃないと思うな、きっと。そんな 生まんまじゃないと思うな。どっか座れるとこあったら食べてみようかな、そこで。抵抗。
お、いい匂いがする。お香の匂いだ。ん？あ、抵抗があるっていうのは、女生主、女だからという理由で、なんか、しかもその変なコメントするっていう、そういうの見てる人は変なコメントするみたいな偏見があって。でも実際、あの女性生主は女性だからっていうことで、あの、なんていうのかな、からかうようなやつとか、あと、あの下品方向に持っていこうとするやつとか、あ、失礼、失礼。あと中からすごい鳥の声が聞こえるのは何の家、今の、今猫がちょっと2匹いました。で近づくとニャーンとか言って離れました。2匹が今ちょっとだったので悪いことしたな。このコメント、このコメントは結構来ることは来るけど、他の放送ほどじゃない気がするな。確かなんか結構嫌がって、それホモの人バカにしているように聞こえるみたいな変な反応するからかな。まあ、ない方がありがたいんですけどね、私としては。あれ、こっちでいいのかな。あ、復帰してるのか今。これ海沿いの道は変な方向行かな方がいいかな。サイクリングする女性大変よろしいですね。結構、いや、リスナーとの信頼関係とかそういうのは特に、あと、あの、私は思うんですけど、囲いって定義広がりすぎてませんか。一応前ニコニコ百科事典で調べたって、それが根拠にするのもおかしいんだけど、それ根拠にするのもおかしいんだけど、囲いっていうのは生主が他の生主とかリスナーとかと接触というか仲良くしないように仕向けるのが囲いですよね。で、例えばその生主があるリスナーから何か言われた時に過剰に反応するリスナーっていうのは、あの信者というか擁護中というか、そういう分類に入ると思うんですよ。だから何でも囲いって言うなって思いますね。囲いはもっと狭い意味なんだから。信者の方がどちらかっていうと定義広いと思う。どうでもいいですか。あ、リアトスたまにあります。たまにびっくりするところでリアトスされたりする、峠の上の方とかで。真剣に、まあそうですよね。単なるあの 別称として使ってるな。そう、見てないけど理解してる。見てないというか、やっぱチラッと見ることあるんで、そういう時見るとうわーとか言いながら、いやそんなには反応しないけど、やっぱ苦手ですね、ああいうのは。ああいう空気は放送がどうこうじゃなくて、そうか、うん、それ近いと思いますね。ん、あんたたち、なんかよく訓練された囲いとかそういう話かな今のは。あ、キャンプが通った、今気づいてない、簡単に、うん、燃えた昼、燃え死ぬってことか。いやーそこのところどう思ってるか言うとちょっと縛りそうだから言わない方がいいかな。まあちょっと、それ言うと、あの関わったことのある人たちまでことごとく批判することになりそうだから言えないことがある。あと、まあ別に放送に限らずツイッターでもそうなんですけどね、あまり自分のキャラクター作ること自体が好きじゃないですね。あ、よかった、トマトで今の言ってないか。あ、電波この辺り良くないでしたっけ。この辺り不安地帯あったかな。
頑張れ。ここからずっと溝いか。うわ、電波だ。にしても降らないな。ラッキー。今日降られること覚悟してたのに。まあそれぞれそうですね。私は結構狭い人間。サンセットロードか、西側のこっちだからかな。リスナーの怒りは肝心なところ聞こえなかったよ。うん、おかしい。突飛なことをしてっていうのはいいんですけど、あ、覚悟の上での出発でした。迷惑かけるようなこととかは好きじゃないな。まあそれ言ったらテレビ番組の一部も人に迷惑かけたりしてるんで全否定できないんですけど、私個人はちょっと見てられない、耐え難い。努力された。いらっしゃいませ。じゃあ、雨乞いしなくていい。雨乞うな。ちょっとまだ荷物の重さに慣れきってないな。これ漕ぎ方によって結構フレームが共振するというか、グネ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 っていう動きが始まることがあって、おすばさんいらっしゃいませ。今のところ佐渡島みたい。この内陸の山の方から水が落ちてきてるのが。電動は今のところないですね。輪行がしづらそうだし。今は体感外の気温ってよくわかんないな。28度とか言ったらクーラーの気温に聞こえるけど、外だと結構暑いですよね。28度ぐらいかな。湿度が高いんでちょっと運動すると汗が出る感じです。自転車は運動の中でも風を受けてられるからまだいいですよね。歩きとかジョギングだったらもっと暑いと思う。60歳に矢光の主の人の年齢考えるとまだまだいけると思う。頑張れば。日が出ると暑いよね。日が出るとそうなんですよね。湿度高くて日が出るとすごいことになる。今日は湿度があるよね。日焼け止め、湿度高いです。日焼け止め塗りました。薄くだけど。喋りながら、平地はそうでもないですけどね。上りだと結構負荷感じることもある。あとまともに対応できなくなる。でもあんまりまともに対応するのも問題で、適当にやってるぐらいが安全的にはいいんですけどね。あんまり脳のリソースを配信の方に使ってると周り注意がいかなくなってしまう。最近はクーラーじゃなくてエアコンっていう方が多いみたいです。エアコン、なるほど。いや、鳴門海峡は渡るらないつもりです。ん、日焼け。海峡は渡らずにまた引き返して淡路島を戻る、東側の方を通って戻るつもりです。コミ人数3年間やってますからね。ただコミ人数増えるとなんか大手扱いみたいになって、なんか純粋に見せたいもの以外のところの要素が増えてくる感じがする。お、海湯だ。とりあえずレベル60行ったら船バッカー。バッカーはしてもいいと思うんですけどね。
ちょっと待って。おお、チームだ。わあ、あ、どうもありがとうございますって。うん、アマゾンからどこ？そう、大会してもらうと目立たなくなった方が。出会い中なんですか？出会い中じゃないと私思ってますけどね。じゃあ。自転車を追い抜いていく人がいないのはなんでだ。私が速すぎるせいか。ってことはまずないと思うので、みんなやっぱ時計回りなんですかね。あ、時計回り少ないのか。今のところ確か誰にも抜かれてないと思う。淡路って大会あるよね。あ、鶴田淡路ってあるんだっけ、知らなかった。荒井中。そう、空気抵抗は大変。勝手に、そう、私は人数増やすというか、その例えば自分が有名になるとかそういった方向じゃなくて、単に自転車旅行に感染する人が増えればいいだけ。じっとりさんも遠いな遠いな。あれ待てよ、本州反対側に渡ったら幸せ感じますか。一番最初は久利峠といって神奈川県の丹沢方面の峠です。まあ電波なかったですね。あとなんだっけ、憧れて来るもんなのか。そうそう、水たまりため池ですよね。あ、ここも急度いけるか。こういう分岐を見るたびに、あ、豆腐は食べてないですね。ん？これどうなってる？はい、ん？ロボさん配信で自転車始めました。そう、始めた人とか私にとってはかなり嬉しいです。あれ、これいけるかいけるか、どうだ。地図が薄くてよく見えない。ロボさんの影響力すごいよね。言うの忘れてた。肌のさんまだ、朝まだ5分経ったかな、もう経ったかも、特に経ってますね。じゃあ5分間肌のさんコメントが、パスタはそう、そういうところで増えてるのも、うん、まあでもあれも自転車旅行の一環だからいいかな。一応それも放送のためにやってるというか、前からやってることなんで一応言い訳はできる。今日のパスタ枠は夕食道の駅でどうだろうな。テーブルがあって周りに燃えるものがなければ。ロボさんのおかげで引きこもりました。こもりました、申し訳ない。バンビティシャツも貢献してますね。バンビティ、あ、そうか、今回バンビティまた持ってきてなくて金魚ティ持ってきてます。今回は一人で走ってます。今日はですね、今回この淡路島に来るということを人に話したのは、昨日の夕方会社退社するときに、良い3連休をって同僚に挨拶したときに、淡路島に行ってきますと言った一言だけだな。ネット上でも何一つ誰にも言ってない。ん？何？パスタ？パスタ？外出せずに外配信ばかり見るようになりました。配信ばかり、それも問題なんですよね。それは結構私にとっては課題です。でも自転車旅行が大体どんな感じなのかっていうのはお分かりいただけると思うんですよね。リアルタイムで見てもらったら、まあ、もちろん人によって違うんですけど、私の場合はこんな感じでやって、こういう感じのところを楽しんでるみたいな。ああ、台湾。なんだよ、水臭いな。水臭い。ウォーター州。うん、これで今、上り下げた。結構バイパス道になってると怖いですね。今、まあまあ。え、違います。そう、頑張らなくて。そう、今日はさすがにちょっと突飛すぎるかなと、あまりになんか脈絡なさすぎるかなとは思ったんですけど、とりあえずあまり天気悪そうだったら行くのやめようと思って今朝目覚まして、で新幹線乗り込んだら寝てしまって、で現地着いてからワクトリしました。あ、そうそう、中国からでしたね、この間の。ただ
中国とかの話見てると、中国韓国を確かにその問題ある人たちがいるのは分かるんだけど、もう全部一緒くたに切り捨てて、韓国人はどうだって中国人はどうだっていう人が全部単純な方に倒しきってしまう人が多いんですよね。確かにその一面あるのは分かるんだけど、といって何も言っちゃいけないかっていうのも、何も言っちゃいけないっていうのもおかしいんですけどね。でもなんかあのツイッターで韓国はこれだからっていうのを得意げに広めてる人見ると、割とヘドが出る。ドキュメンタリー、ドキュメンタリー、なんか悪い意味が入ってそうだ。普段も最近、割とそうかな。夜なかなか寝つけなくて、ダラダラしてると1ビット、そうなっちゃうんですよね。それがしかもそれで本人が鼻息荒そうにしてたり、得意げにしてそうにしたりすると、割とうんざり。ファシズムだ。私は会社ですね。ファシズム。はい。なんか極端すぎますよね、言ってることが。また風力発電の風車だ。しかも海沿いに。北海道のセタナのあそこみたい。北シートの近くのセタナっていう北海道のところは、会場に、受け売りも見てると嫌ですよね。モキュメント。でも私が今自分で YouTube にアップしてるあれは、映像作品じゃなくて、本当にただの記録でフルで載せてるんで、それはそれでなんか別に楽しみ方があるのかなと思いますけどね。楽しみ方なのか、資料としての価値なのか。実際あれ Google のストリートビューみたいな使い方もできなくはないんですよ。メソ、あれはモキュって言いますね。あれわざとは言ってて、たまに質が出ますけどね。はよせなとか。おお、細い。仕方ないの。ああ、いかん。そういう議論になって。風力。まあ確かに勉強しといた方がいいですね。YouTube にも動画アップしてます。今これ映像は別のビデオカメラでもありますね。ビデオカメラで別に今同時に撮っていて、それに配信の時の音とかを重ねて、すみません。近いっていうかもう目の前ですね。よし、延長できた。あと延長詐欺が入るかどうかかな。延長失敗詐欺。今の細かったですね。あれ燃費良かったりするのかな。おお、なんか道が妙に広くなった。今日は今ここ調子悪いですね。いや、そうですか。いや、すいません。でもなんかこういうことは主張したくなりますね。主張すんなって言ってる主張。十分そうかもしれない。そうですね。あ、そうそう、動画の、ホームページから3種類リンクしてるんですけど。あ、本当にありがとうございます。楽しいですよね。この後南端まで行ったらそこで泊まる算段をします。GoPro はですね、ビアは確か春じゃなかったっけ。 GoPro は音声は別に PC の方で、この配信の音声を横からコピーしてファイルに落としてます。キャプチャーして。へ
ただこれマイクはあの喉元にあるせいか、ただでさえ低音がでかくて、低音成分が大きくて眠たくなる私の声がさらに眠たく聞こえてるんですよ。自転車は今日はブレーキが鳴いてますけど、それ以外で鳴ってますかね。はあ、はあ、父風呂はまあ最悪濡れタオルで体拭けば耐えられるけど、できれば入りたいな。ちょっと唾飲み込んでみて。今飲み込んだけどあんまりならなかったと思う。それでも聞こえるんだとしたらかなり問題。日焼けした女性はそれはそれでいいな。ん、手間暇、動画の話だったら結構手間かかりますね。単純にエンコードしてるにだけに近いのに。ベルつけた。その質問も今待ってたようなもんですね。来やがったと思いまして、今来やがったと。あれ、あの蝶は長崎アゲハじゃなくて何だろう。真鍮製のいい音のベルです。ログアウトしました。いきなり切れた。オートバイの方かなこれは。あの辺りに社があるところまで行ってから。でもなんでだ。GoPro も軽量バンド状態にしようかな。雨の気配がなくなってきたし。おお、こんにちは。ちょっとあまり場所良くないなこりゃ。あ、洲本だ。そうか、洲本って東側だけじゃないのか。東と西、ま、両側の海に接してるのか。なぜ切れた。あ、ポタファイだ。あれ、パワポンから給電してたはずなのに。なんで落ちるんだろう。熱か。ポタファイが起動するまでちょっと時間あるって。うまい。ああ、もう半分ぐらい来たか。といってももう3時だ。
今延長できてたっけ。なあ、あれ、あーダメだ、アスキーアートあかん、うーん、はい、うーん、すいません、今のはですねポタファイが急に電源落ちてしまって、熱なのかバッテリー切れは起きてないはずなんですよ。ポタファイの管理画面は、うん、ポタファイが多分熱か何かで急に落ちちゃったみたいですね。で、あの FMLE が繋がらなくなりました。なんで時計回りするの？時計回りはあの左手側、つまり車道の左側走ってるとそっち海が近い側取れるからですね。そう、FMLE がダメになりました。でこうなってしまうと予約枠やってる以上はずっとこの一般画質なんですよね。うん、結構熱くなりますよね。で熱だと思います、多分。だからまたすぐ落ちるかもしれない。夕方みたいに見えるよ、夕方みたいに。湖は半時計回り、そうそう、島時計回り基本なんですけどね。私は単にあのルートのアップダウンの都合で今日はこっち側の楽な方を通ってます。FMLE がダメになってしまったんでしばらくこれでいきますね。これも枠取り直しはなるんだけどな。やっぱりどうも FMLE がダメになりやすい。今日は特別なのかどうかわからないけど。で、ルート的にはもう半分くらい来たかな。もうっていうかまだだけど。写真。パソコンウエストバッグに入ってます。まあ背負ってるようなもんですね。小さいパソコンなんでウエストバッグに入ってます。ウエストバッグというかヒップバッグ、バッグ。走行距離、あ、そうだ、走行距離、あ、またメーターリセットするの忘れた。今日の距離分かりません。ベル鳴らしたからといって落ちないと思いますけどね。さっきそれで落ちましたよね、タイミング的に。いい音でしょう。真鍮製ですからなんといったって放送しない、今んとこほぼないですね。 PC は熱暴走今んとこないんですけどね。いい音でしょう。そう、あの YouTube にですね、 YouTube になんとかベルなんて言ったかな、このベルと他のベル鳴らし比べたやつがあるんですよ。確かにこれ、これの方がいいなと思って1000円ぐらいするこれを買いました。別に鳴らすわけでもないのに普段。いい音でしょう。爆発。組織ごっこ。そう、別に使いもしないのに変なとこにこだわってしまって。でも万が一歩道で鳴らすことがあればこれの方が心地いいですよね、聞いてて。いや、鳴らされた方はあんまり心地よくないんだろうけど、音としてはこっちの方がいいですよね。ガマの方だ。皆さんご存知ですか、ガマの方。こいつ不自然だよな、この植物。このモサッとしてるところが実は硬く、あの種みたいなのが密集してるところなんですよね。これって種なんだっけ。そうそう、ガマの方、ガマの方。前あのなんだっけ、稲葉の白ウサギがひどい目に遭った時に治療に使ったやつでしたよね。
頼ってます。サイクルベース7種とかにも頼ってます。坊さんの生主に教えてあげましょう。坊さんの生主、あ、なんか聞いたことあるな。ただセミマル P って聞くと私はあの虫丸 Q に頭がつながってしまう。虫丸 Q、なんで NHK であんなテンションの高いのやってんだ。やってたんだ。だけどかなり昔ですよね。もうウゴウゴルーガの頃だから。セクシーメイト、なんだろう、なんかマサルさんネタかと思ってしまったけど、ガマホ、ガマホなんかあのもっとしてていいですよね。もっとこれ右いけるかな、いけるかな。これ右に行くと、ああ、行けそうだ。よしよし。ちょっと一般画質で申し訳ないですけど、いや、脱獄、一部脱獄してるな。日本語フォント表示することに関しては今のところ多分問題ないはず。それはバイオスファームいじってないから。でいじってるのはバーズアイっていう機能の部分なんですけどね。ただそのバーズアイを衛星写真をただ重ねて表示するためだけの本来の使い方だけでに使うのはあまりにもったいない。こんなものすごい機能なのに。じゃあ脱法ダーミンで笑う。脱法、まあ保証を求めなくなったということで、なんとかご勘弁を。保証切れていつ壊れても文句言いません。まあでも別に本当はそういうプラスとかマイナスとかの話じゃないんですけどね。マップは大人の事情です。マップは、そうそう、本来のあのマップ機能が、マップソースのあれが霞んでしまいますからね。でも結構その取り込むにあたってはチューニングしましたよ。どの拡大レベルからどの地図を表示して。車の旅じゃこんな路地通らないね。車、なかなか勇気いりますよね、車だと。ん、あ、ソニーが、あれ電池がどのぐらい持つんでしたっけ。それ次第かな。私が今使ってるこれは丸一日、あの日が出てる間はもうフルでカバーできるぐらいのやつなんで、炭酸2本で、なので買いました。で、このその地図を取り込みに流用できる機能がついてるのは実は後で知りました。Z3 情報とかで。国境で買ったから脱獄か。国境から買ってない。その入れ方の放送を見てみたい。入れ方の、ああ、確かにあれすっきりまとめてあるところ、いやでもあることありますよ。天気はどうですか。大丈夫そうです。乾電池が使えるのが良いですね。そう、炭酸電池で丸1日ってすごい燃費の良さですよ。このイートレックスシリーズは昔からそのあたり あの電池の持ちがいいんですよね。これで川を渡って、まだ裏道行けるな。あとこう意外結構でかい市街地ですよね。タコ料理の店がある。あと餅、私は餅がいいですね。餅が好きです。飛び出し看板がちょっと特殊だ。宿のご飯と混浴ばレポートしてね。混浴どちらも今日はなさそうです。これもすっかり落ち着いてきましたね。そうですかね。
そう、私の声眠くなると評判です。いいことなのか悪いことなのか、あんまりいいことじゃないと思うな、放送的には。耳障りって言われるよりはマシだけど。炭酸は世界中で売ってますから、汎用性はバッチリ。炭酸電池か。 A3A ですかね。 AAA と書いて。癒しとはちょっと違うと思うんですよ。目的地どこでしたっけ。目的地は、渦潮、道の駅渦潮だったっけ。一番南の、南というか西端って言った方が近いかな、あれは。一番西の方にある道の駅です。岬の、先の方にあるやつ。先っちょって言うとエロいって言われるから。いや、卑猥って言われるから。先の方にあるやつです。ここは誰も言いませんよ。言いませんか、おかしいな。サキチョサキチョ、マダムキラーボイス、マダムキラー、ね、わらわら。いや私はそう過去に言われたんで、湿度はムシッとしてます。結構湿度高いです。あんまり変わってないな、昼から、多少マシになってきたかな。映像は何が見えてるか分かるぐらいのコマースは出てますかね。ひょうたん型。それは洋梨型かどうかっていう太り方の話なのかな。ロボさん、あれ。ふう、あれあれ。どういう意味だっけ。そう、風呂に入りたいです。毎日風呂に入らなくたって死なないことは分かってるけど、風呂に入るのと入らないのとで一日のその終わりの爽快感が全く違うんですよ。パスタばっかりですね。スープパスタ特に作るの楽で、後片付けも楽だから。たまにフライパンで炒めたりしてましたけど、あれは頑張れでしたっけ。池が何だったかな。あれ池があれでしたっけ。わらわら。ベンガーもありますよね。ツールとかのレース系の応援の掛け声。私はそのナスという意味でしかそれ知らないけど、アニちゃんの漫画か。GoPro の電源どうだろう。おお、綺麗。最近太ってますね。GoPro 大丈夫です。点滅してるから。録画中です。登ってるな。一部青空出てきたけど、まだ全体的には曇ってる。津波、そういう場面があったのかな。映像だから自分で見たのか。ボンクラ、そういうのがあるのか。ワールド、グランドファッションワールドコーポレーションリミテッド、淡路島結構いいですね。アパレル、なんかフォークのマークかと思った。先割れスプーンみたいな。
のなんか工場か流通センターかですかね。それか店舗なのか。お、ため池だ。初めてちゃんとこっち来てため池見たな。水草多いですね。ワールドの社長は淡路出身。ワールドって神戸が本社のアパレル企業だよね。あ、神戸。ワールドオブエレガンス。ワールドオブエレガンス。あのトンボなんだっけ。なんでため池多いの。ため池多いのは多分水が水不足になりやすいからじゃないですかね。香川とかそうなんで。好きと夏多いんですかね。あ、いいてか家が特定されてるのか。あ、公開してる人もいますよね。麦ちゃんめー。麦ちゃんなんか弊害あるんでしたっけ。あの尿が出やすいとか。カリウムがどうなんどことかいう話もあったかな。私は味だけで麦茶選んでますけどね。そう、喉元につけてますからね、マイク。たださえ私はグビグビ音がでかい人間らしいので。登り切ったっぽいです。ちょっとしたアップダウンですね。 20〜30m ぐらいかな。お、いらっしゃいませ。あ、風が涼しいけど涼しさが足りない。やっぱり空気ぬるい。ペンションラメール、ラメールは何だったっけ。ラメールは貝殻か。ロボさん、ベッカムって何だっけ。ベッカムはですね、ベッカムはサッカーの選手、サッカーの選手。私の頭の中とミッキーロークみたいな顔してます。ミッキーローク。横浜も暑いだよ。フランス語で海。うん、え、海か。ラメールって海なんですか。あれ、じゃあ伊豆大島にあったパレラメールはパレスオブシーなのか。乾いたですね。はあ、そうそう、ミッキーロックの顔もよく分かってないけどな。花札か、花札選手権があったのか。花札。淡路島ってでっかい観音様像なかったっけ。下調べ全然してないので、何があっても驚きます。ミッキーロークはアイアンマンに似ててさらにおっさんになってたいから。アイアンマン似て。ん、あ、東側に。なんかチェーンの音がいつもよりよく聞こえる気がする。チェーン、あ、そうですかね。私自身はあまりわかんないです。結構聞こえてる周波数は違うのかな。マイクの質にもよるだろうし。でも確かにしばらく油させてないな。今回は和光のあの和光の ルブリカント。そう、私もその、ね、猫パンチのイメージしか知らないです。ミキーロック、もともと歌手でしたっけ。シンガーでしたっけ。淡路に阪神大震災の断層が見られる野島断層ってのもあった気がするから。野島は過ぎてきましたね。そうする。あ、観音様、
この間牛久観音もなんかスルーしたんだっけ。蕎麦粉の何年間使ってるかな、このスプレーは。今後ろのバッグの中に1個入ってます。雨に降られたらすぐ刺しといた方がいいかなと思ってあの雑巾用にもう汚してしまったあのタオルと、あと和光の潤滑油を1個持ってきてます。観音は昔は上まで登れた、うん、上まで。ドライバー給食所だ。そしてこっちの方だから自販機があってもハッピードリンクショップじゃないっていうのは、長野とか山梨方面しか伝わらないと思うけど。液体石鹸、いや、ロックがメンテして、あの5年、スプレーはそうですね、5年ぐらい経ってるかもしれない。めったに使わないから全然減らない。しかも自慢げに言うことじゃない、これは申し訳ない、お恥ずかしい。あ、じゃあもしかしてあなたの雨乞いは逆効果あるんだったらもっとやっといてほしい。ラスペネも聞いたことある。ラスペネもメーカー名ですよね、確か。いってててて手痛くなってきた。あの自転車パーツ買いながら多分いつまでも。うん、ある意味ですね、ある意味本当に自分に負担かからないようにただ使うだけ。さすがに壊れかけたりするときだけメンテするっていう。じゃあ本当にみんな時計回りだな。時計、いや、今晩も降らないで行ってくれるかな、この天気は。うん、坂前半きつくて後半楽だからそれもあるかな。東側はアップダウンが結構あるんで。いや、むしろ守る台まで受け継がれるのでさ。守る台、ああ、さっきの自転車の話か、古時計の話は。あわいち、ポンジュース、こっちあるんですか。うん、あ、降ってほしくない、ほしくない。左から出てくる道、あ、そっか、左から飛び出してくるのがってことか。それ確かにあるな、なるほど。玉ねぎ、あ、まだ食べてなかった。こんにちは、こんにちは。若い女性のサイクリストだった。よっと、ああ少し登ってきたな。レギンスはスパッツみたいな話でしたっけ。食 は, はねえかって、食はないのかに聞こえる。夜出会った、通過した。うレグイですか、参ったな、どうしよう。ん、なんか変な音がした、あの車。水ですね。あ、やっぱりなんかあったんだ。
大丈夫かなと言っても私にできることは何もない。何ですかね、キュギギって聞こえた。どっかでパイ食わないとな、せっかく買ったんだし。あとなんか左後頭部が少し痛くなってきた。なんだ、なぜ左後頭部が痛い。あ、柳川が知り合いのお里じゃなかったかな。どっか風が来る東屋があったら最高だけどな。うん、純正マウントハウジングはっていうのはあるかもしれない。左メモリー故障。メモリー、そう、脳の中身がってことか、データが。あ、どうか休憩できる場所。うん、現在はちょっと水浴場の近く、地図だとそれしか見えなかった今。あ、延長どうですかね、来てないか、一応確かめるか。あ、鍋を持ってきました。フライパン今回省略したけど。延長、いや日差しは全然ないです今。あ、なんだろうこれ、頭痛の痛みとはちょっと違うな。あ、自動無料延長オンにしてないか。あぶね、オンにしてなかった、ありがとうございます。あぶね、あと1分だった。ああ、さっきそうか、高いですよね。ヤフオクとかで中古で探した方がいいのかな、今は。で、またため池です。休憩中になんで独身なの？ん？休憩中に問い詰めたらダメです、許しません。問い詰めたらぶっ殺す。山でもそうですね、オーバースペックだと思います。こんな街中で。お、ようございます。オーバーステーク。ゴスキ？うん。ああ、で、後頭部、痛みというか、なんか、痛みと痒みが混じったような変な感覚が後頭部に。わあ、どうした。あ、本当だ、ゴスキ町って書いてありますね。あ、そう、確かこの辺り地図で見ると、ため池だらけですよね。多分あの衛星地図で見るともっと、衛星写真だとよくわかると思います。この辺りため池ばっかり。大概に一桁ぐらいため池が。ん？生産数。スキャナー、ん？ん？虫に食われた葉っぱみたいな。ああ、なるほど。数百。本当多いですね。で、すぐ近くには海。どっかで休憩したい、休憩したい。やばかったらもう、そうですね、ありがとうございます。水引けないのは多分あると思う。うん、ああ。あ、水分は多分十分取ってると思います。ペット？そう、いや、昼寝チャンネルやばい。チャンネル晴れることはたまにありますね。エゴサーチをするとたまに引っかかる。
パソコンでこ。お、玉ねぎの匂いがした。玉ねぎの匂いがした。あの最近動画編集してると自分の滑舌が悪くて何言ってるか分かんないことがあるんですよね。玉ねぎの匂いがしたと思う。具の匂い。熱が、そうですね。眠たいのかな。眠気を全然感じないんだけど。左後頭部がムズムズする。ああ、ムズムズする。なんだろう。なあ。雪国の真冬？あ、ヘルメットずらしたら少し楽になったかな。多分どっかの血流とかの問題かな。頭表面の。痛いような、痒いような。痒くはないんだけど、なんていうのかな、なんかその一部の血管が無理やり止められてるような感覚がある。そこまで具体的に合ってるかどうか分からんけど。水は結構さからガブガブ飲んでるんですよ。いや、もし入ってるとしたら頭の中ですよ。うん、血の巡り関係じゃないかな。英語とは、英語と、あ、いかないか。英語って言ってるのあれだ。長い英文字列を私は、英語っていうふうに読み上げるように、無理やり書いてるんだ。長い英語を無理やり読ませようとする読み上げ嵐もあるんで。確か、何文字以上かの連続した英文字は英語っていう読み上げに変えちゃうんですよ。おお、すごい玉ねぎ。脳梗塞だったらやばいっすね。あれ、いや、なんか熱持ってる感じは全然しないんですよ。どうかないかな。柔軟、ああ、メットの下にバンダナしてます。いや、本当にまだやばい感じではないんですけどね。ただ気持ち悪い。むずむずする感じが気色悪いだけです。とりあえずなんかベンチあるみたいなところ。あ、手遅れ。そうですね。3年前。どうしよう。うん。今日が最終回とかやだからね。どっか探します探します。血中酸素が不足してるのかな。少しペース落としましたね。いや、ペースは十分ゆっくりだと思います。今日一人です。ほら、ちゃんとこのように受け答えできてますから。まだ脳やばいとこまでは行ってないですから。停車？停車？あ、停、医者かな？私は医者じゃない。こんにちは、五色浜。この先、あそこまでずっと見えてるけど、あの先まで行くのかな？それと向こうに見えてるのはもう徳島なのかな？もう多分そろそろ残り20キロぐらいにはなってると思うんだけどな。あ、スキンとは、まあそうですね。で、休憩できる場所がなかった。休憩できそうな場所がなくなった。全裸で。ああ。あ、ドライブイン。それだったらベンチとかもあるかな。うん、そうですね。いや、できるだけ早く休憩しますんで。医者側と言われます、なぜか。うん、四国には入らない予定です。前放送中に本当にやばかったのは足の痛みの方ですね。
なんだっけ、筋が筋肉を、筋肉が神経圧迫して、足の太ももというのかな、サイドの足のサイドの方の神経がビリッときて痛くて、あ、こんにちは、歯医者でもない、どうですか、帰れ帰れ、葬儀は用事なし、お、もう半周全然4分の1周はしたってとこです。そう、医者の不養生って言いますね、医者じゃないけど。これからドライブイン、座れるとこなかった。五色台運動公園は内陸に入ったところかな、近いかな、天然芝グラウンド、玉滝グラウンド、体育館、パークゴルフ場、ああちょっと登ったところにあるみたいですね。じゃあする、淡路島って回るのに3日持つのかな、3日持つ持つ、大事にもあるから持ちます。大仏は東側らしいです、フリーザ、うん、シーズンは海水浴が一番シーズンなんですかね。うん、あそこはあれは海水浴場か、渦潮で今日は野宿したいと思っております。いや、明日の昼には全然間に合わないですよ。今日これから行くところでまでで60キロとか50キロとかそんなもんなんで、残り100キロぐらいあるはずですよ。まあショートカットすればもう少し近いですけどね。いいよ、海です。海水浴はまだみたいですね。まだ割られてないですね。ちょっと油断してたな、今。泳ぐ準備なし、泳がない。あ、外部バッテリー切れた。意外と早く切れたな。20キロぐらいか。まあ、走りやすいのは走りやすいですね。案外持たなかったな。島スイーツどうしようかな、明日のために節約して今日は GoPro だけにするか、バッテリー切れ、ああどうしよう、バッテリーさんが最近持たなくなってますね。これってどっちだっけ、持たなくなってきてる方のバッテリーだったかな。どれくらい持ちました、今日何時に始めたんだっけ、確か10時、10時頃始めましたよね。ってことはまあ5時間だからそんなもんか、いや合ってる合ってる。このバス停は15時台は土日はなし、うん、休憩、バッテリーが、うん、え、人多い？マジで？本当ですか？ちょっと一旦ヘルメット脱いで、買ってから、ああやっぱ楽だ、ヘルメットのせいだ、ああ一気に後頭部が楽になった、ああやっぱりヘルメットのせいか、GoPro が重たいせいかな。よいしょ。ちょっとじゃあ一旦休憩。何がありますか。ちょっとマイクも少し離しますね。マグナムドアップ、シラミさんのお家にダメージが蓄積されてたのか。
頭皮マッサージ、頭皮マッサージ、ああヘルメットだ、ヘルメットだ。これ GoPro のマウント、あ、そうだ、あとバッテリーを変えなきゃ。バッテリーはそうですね、よいしょ。ああ確かに冷やしたいのあるな。やっぱりまだまだ下手ってない方のバッテリーが今なくなりました。とりあえず新しいもう一個の方のバッテリーに切り替えるか。ロボさんメンテナンス中です。 GoPro を取る買いために耐えるか難しい選択だ。 GoPro 症候群、学会に発表させてもらおう。でも明日は電波もっとなさそうなんですよね。夏休み、あ、大丈夫だと思います。次、バス停で休憩。会社の人にマウスピース作ってもらおうぜ、うん、マウスピース、マウスピースするとなんかなるんでしたっけ。とりあえずバッテリーやった、こいつです。 GoPro ってすぐ熱くならないですか。買ってでももう1年経つのか。こっちのどこかで充電できるんですか。 GoPro はそんなに熱くなってる感じはしないですね。そういう GoPro はこれハウジングのレンズに、レンズというかあのレンズカバー部分に傷がついちゃったから、ちょっと左上あたりに汚れがずっと出続けてるんですよね。配信じゃ分かんないですけどね。交換。ソーラー電池とかあると良いのに、わら。今日はなんかあのアンパン含めてお菓子買ってばっかりで食ってないですね。こっちか。とりあえず外部バッテリー交換。ハブナイダもライトとかだったらいいんですけど、パソコンは猛烈に食うからちょっと無理かな。じゃあまずは島の香り玉ねぎパイ、いや片順番しよう。なんとかなんとか菓子店で、なんとか菓子店で買ってきたおか、あの、なんだっけこれ、なんだっけ、おかきかな、おかき、もち米と砂糖だけしか使ってないっぽいやつ。今日こっち抜けるか。まだ食べてなかったの。そう、まだ食べてないです。なんかこの感覚は昔高校の時に近くの駄菓子屋さんで売ってた30円の袋入りポテトチップスを思い出す。ビニール袋入りポテトチップス。いただきます。
うん、結構甘みついてるな。あ、これもともと甘くした甘砂糖が入ってるやつを揚げてあるんだ。うん、なんか超素朴です。でもおかきにしては柔らかいな。あ、ちょ、マイクは胸元につけとくか。うまい、うまい。いいところでレンタークん、あ、レンタある。うん、結構これ美味しいです。じゃあ次、カリッカリッとしてますよ、カリッと。次、玉ねぎパイ。またいい歯応えの音、うん、音聞こえてますかね。てか音しか聞こえてない可能性があるか。玉ねぎパイ、淡路玉ねぎ塩。なんかと息子の友達だか同級生だかが玉ねぎ畑を持っててみたいな話を店のおばちゃんが言ってた。それ使ってあるのかな。原材料は小麦粉、バター、白小豆、砂糖、玉ねぎ。あ、こんにちは。初めて同じ方向のサイクリスト見た。どうかな、映ったかな。ん？あ、ちょっと今聞こえなかった。車が続けて撮ると聞こえない。いただきます。お、うん、お、あ、皮がしょっぱい系の玉ねぎが、玉ねぎの味が結構濃いやつで、中にはなんか甘いあんみたいなのが入ってる。なるほど、これ甘いとも塩気があるとも両方言えるな。どっちの感じもありますね。甘いパイも塩気のあるパイも。あ、これ中があのハムとかマヨネーズだったりしてもいいかも。うん、電波いまいちみたいですね。ヨウさんの話か、うん、うん、あ、そうだ、ついでにこの辺りで今日のその風呂入る場所も探しとかないと。なかなか美味しゅうございました。
まだあのカキは残ってますけど、パイは食べ終わりますか。ビップダディに会いに行こう。ん？化粧どしまか。ビップダディ？ん？ビップ？パイ米聞けなかったお。ん？パイ米？米？瀬戸の海の幸食べよう。あ、結構玉ねぎの玉ねぎ自体も入ってるな。あんの中に玉ねぎが入ってたっぽい。その自転車屋さん、よそで買った安い自転車のパンクを修理していからく。もう4時だで。しかしロボさんの放送見てるといつもあっという間いからく。そう、なんか時間が早いんですよね。どんだけ時間浪費してんだろう。たっぷり玉ねぎパイだったか。じゃあちょっと、映像的には道映しっぱなしですけど、私 iPhone で今日の、あの道の駅の近くの温泉どっか探してみます。でも iPhone だとなかなか、しかも iPhone の残りが 20% 切ってる。今ここ出してるとやっぱバッテリーある程度食いますね。うん。この辺りで湯で検索の表出た。渦潮温泉。渦潮温泉はいくらだろう。ちょっとすみません、あの皆さんには道見せっぱなしで申し訳ないんですけど、ちょっとお待ちを。渦潮温泉、渦潮温泉と組合があるのか。ここに出てるのは旅館、旅館梅丸。トマト声は言ってるんですかね。あ、延長。渦潮温泉検索中。なんか いくらなんだろうな。
それぞれいくらか書いてないんだこれ。かけ舟。うん。あ、本当だ。え、あれどうなってんだろう。ん、雨降らなかったですね。ラッキーでした。今検索で出た梅丸っていう民宿の日帰り温泉は、あれ、温泉だけってコースはないのか。タイと伊勢海老コースとかなんかそんなのしか。なんかちょっとなんか違うな。あ、落としない？あと延長できてないな。あ、あ、あ、あれ？ほんと音来てない。あ、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 あれ？なんで今止まってた？ん？今はどこだか。これで動きましたかね、また。あ、動いてるな。すいません、なんか止まっちゃってましたね。なんだろう今ので。ちょっと今今日行く道の駅の近くの日帰り温泉やってるところを探してます。渦潮温泉っていうのがあるんですけど、風呂だけ入らせてくれるところってないのかな。いや、温泉泊まるわけじゃなくて風呂だけ入ろうと思って。なんか割とお高級な感じの旅館が並んでますね。今なんて。あ、泊まりは道の駅に野宿するつもりです。いや、予選的に泊まらないことはないんですけど。日帰り温泉のプランだ載せてるとこがないな。お高級なとこちょっと苦手なんで、金額的に。1,3,4,5,6,7、白波荘、この辺りでいいかな。お、いらっしゃいませ。あれ、まあ道端で寝るのもありですけどね。海峡、旅館海峡、料金のプラン。ん？ 600 円。どこの宿をけ、その、今、宇都宮温泉の、淡路島、今のところですね。ちょっと今、一瞬調子が悪くなって、あと眠気もあるんで、今日はなんかあんまり印象残ってないな。でも裏道に行ったところの、なんていうのかな。漁港の集落みたいな、ああいうとこいいですよね、やっぱり。なんか日帰りでやってそうなとこないから、まあ近くにいたら片っ端から電話してみりゃいいか。渦潮温泉っていうのが、それ組合の名前らしくて、たくさんの宿が加入してるらしいんですよ。東京的なところがあるのかな。あ、国民宿舎、そういうところだったらやってるもんですかね。あ、泊まる場所の話かな。まあ、せっかくキャンプ道具持ってきたから使おうかなと思ってるんですけどね、今日は。
ポーツクラブクアハウスユトリック、ちょっと調べてみます。小寿司温泉ユトリックでいいかな。小寿司温泉のユトリック日帰り、あ、時間厳しい、本当にユトリック、ユトリックスポーツクラブ、ユトリック、600円は午後9時半まで。あとは場所だな、これ。アクセスはないのか。あとヤフー地図、ヤフー地図、 iPhone でヤフー地図見れたっけ。あ、2日ですよね。あと場所が ずいぶん手前だな。これ風呂入っていったら汗かきますね。まあでも入らないよりはいいけど、だいぶ手前だな。今いるのが これから数キロ行ったところなんですね、ユトリックは。泊まるのは道の駅ゆずしおだったと思うんですけど、そこに野宿しようと思ってます。隅っこの方にテント張らせてもらって。と言ってそれ通り過ぎて最終的にどこにも入れなかったら結構悲惨だな。いる。道の駅コンセント使うと当然、そうなんですよね。なかなか充電できるところはないですね。ユトリックから道の駅までは何キロかな。でもアップダウンあるしな。リフレッシュ交流ハウスユープル、ありがとうございます。調べてみます。まず場所ユープル、どっかあるだろうとは思うんですけど、ユープルは道の駅を過ぎた向こうの方ですね。ユープルは明日のルート上にありますね。なかなか難しい。道の駅で軒先借りようと思ってます。テントあったら快適に普通に寝られるので。なんでどこも日帰りがないんだろうな。国民宿舎、そうそう、こっちには鉄道がないみたいです。梅丸がなんかその入浴だけのプランが見つからないんですよ、ホームページで見る限りは。ご予約プラン、なんかどこもその食事プラス温泉っていう組み合わせしか書いてないんですよ。銭湯があったら確かにその方がいいんですけどね。普通こういうとこ市街地じゃない限りは銭湯ってないんですよ。わあ、スタンダードツイン20平米、大人2人2万円。デプレが全然違うな。
0泊2食付きゆったりステイ2人11,550円。ダメだな、全然違うな。4000円。あ、サンライズ淡路、ありがとうございます。調べてみます。まず場所、サンライズ淡路。サンライズ淡路。どこだこれは。あ、サンライズ淡路は淡路島のど真ん中で、そこに行くとちょっと私は道の駅に着けないですね。何の音だこれ。風の音かな。次、国民宿舎。国民宿だったら多少は良心的なプランをやってるんじゃないのかな。料金外回り朝食ね。やっぱりない。風呂入るだけってどこもないのか。てか国民宿舎なのになんでこんな高いんだここ。ないですね。ウェブで調べる以上は。もうこうなったら片っ端から電話して聞いてみるか。いや、銭湯があったら私はそっちの方がいいんですけど、普通こういう温泉地とかに銭湯はないですよね。あれ、ユープルはさっき出ませんでしたっけ。ユープルどこだったっけ。ユープルが手前すぎるんですよ確か。こっから行ったすぐのところにあるんですよユープル。うるさくて申し訳ないです。鑑賞層、鑑賞層は載ってるかな。鑑賞層、あ、これさっき見たような。今ですね、渦潮温泉の組合のサイト見て、そこからあちこちの、そこしかないかな。あ、イトリックか。ユープルが向こうに行ったところか。中に道の駅は本当にあの岬の端っこです。ご宿泊プラン、鑑賞層も日帰り書いてないな。観光協会に電話して、ああ、観光協会、なるほど。あ、入浴料500円、本当ですか。今、サイト見たけど気がつかなかった。ちょっともう一遍よく見てみます。何？ご宿泊プランの中にあるのかな？あった、入浴料500円。旧暇村南淡路ですか。ちょっとそれもじゃあ今一緒に見てしまおうかな。旧暇村南淡路、場所どこだろう。旧暇村南淡路は旧暇村って言うんですかこれ。うわ、場所がわからないな。まあでもとりあえず鑑賞層は電話して聞いてみようかな。鑑賞層に電話します。あ、こっちじゃなくてこっちでもなくて、あのバッテリーが10パー切った。サイクリングターミナル、あ、泊まる場合ですね。今日は野宿しとこうかなと思ってるんですけど、本当はあの充電できる方がいいんですけどね。まあ
とりあえず道の駅で泊まることを前提に考えてみます。鑑賞層の連絡先どこだ。お電話。あ、充電はその時はできないので、温泉入ったりするときに、お風呂入ったりするときに、そこでできる限り充電させてもらったりしますけどね。許可が得られれば。渋られたらもう即座に分かりましたって言って引き下がるんですけどね。結構な確率で温泉とかお風呂、銭湯とかで、まあ銭湯はさっき厳しいかな、充電できます。じゃあ電話。鑑賞層、あ、そもそも鑑賞層場所は確かここだよな。警察からん？違う店。いや、それは私はそういうことはできないな。鑑賞層は本当に、うん、一番端の方だな。梅丸よりももっと近い。じゃあ電話してしよう。079939-0372。すいません、そちら日帰り入浴ができるんでしたよね。あ、そうなんですか。お客さんでいっぱいで。ああ、わかりました。はい、すいません。なんとやってない。お客さんが多い日にはやってない。ああ、なるほどな。じゃあさっきの湯鳥だっけ、なんだったっけ、なんとかってとこ入っとくか。そっか、結構大変だな、こっちのお風呂事情は。じゃあ最後に一汗かいてから道の駅着くことになるか。まあ仕方ないですね。いや別に文句言う筋合いないと思いますよ。それをなんか不誠実だというとこまで私は思わない。でも渦潮温泉源泉宣言っていうところもありますね。これって入れるのかな。すいませんね、なんか自転車旅行放送とか書いてるのに泊まりっぱなしで。確か最後に100ぐらい登るけど、まあ、100ぐらいだったら大丈夫かな。本当は持ってるくせに。いや、確かそういう時は本当に心の底からそう思ってないのは結構自信ある。そういうので仕方がないですよねというのは結構本心である自信はあるな。まあじゃあとりあえずユトリックで入っとくか。ユトリックも入れるかどうか分かんないですけど、入れそうな感じはするかな。温泉専用っぽ、温泉というか宿メインじゃないっぽいし、多分。ああ、キャンプ場あるんですけどね、シャワーだけとか使わせてもらえるのかな。あとあれ降りていかなきゃいけないじゃないかな、道の駅から。ここの道の駅は風呂ないのか。ああ、そうか、キャンプのシャワーだけ外から使わせてもらえるかどうかって聞いてみるかな。でもあれキャンプ場の中って普通使わせてくれないですよね。イビ海水浴場、オートキャンプ場。
あ、それがあるかな。あ、でもキャンプ場のシャワー多分無理じゃないかな、時間的に。今混む時期だから多分絶対無理だ。前あのそのキャンプ場で、いや多分無理だ。前あの前キャンプ場に泊まった側の人間として、キャンプ場に泊まってる人間ですらえらい待たされたから、そういうところもそんな立派な施設じゃないから無理だ、諦めよう。いや無理でしょう。無理でしょう。確か電話か。そうかな、そうかな。バスは16時台まで。あ、でももうこんな経ってんのか。20分以上。オートキャンプ場の。いつから今日は何時からだっけ ?10 時ぐらいからだったと思います。確か。キャンプ場まで。イビウズ塩村。でしょうね。一応じゃあ電話してみます。番号分かったから。あ、すいません、そちらのオートキャンプ場の番号でしょうか。あの泊まる人間じゃない外の人間があのシャワーだけ使わせてもらうっていうのはやっぱ厳しいですかね。はい。あ、ちょっとあの近くで野宿しようと思っててシャワーだけ使わせてもらえるかなと思って。ええ。あ、そうなんですか。ええ。あ、わかりました。ありがとうございます。ええ、すいません、失礼します。 OK、 いや、もともと海水浴場の方の施設なんだそうです、シャワーは。あー、なるほどね。ただ、時間がいつまでやってるかわかんないけど、日が暮れたら普通海水浴場の人は使わないだろうから、日がうちに、そうですね、キャンプ場の中じゃないらしいです、そもそも。じゃあ多分これでいけますね。あ、ただどのぐらい、これはキャンプ場の施設じゃないっぽいです。あ、ありがとうございます。電話してみるもんですね。じゃああとはここに明るいうちについてしまえば、そこで風呂入って、でちょっと登って下った先が道の駅。まあここまで近づけばそこまで汗かかないかな。今ですね、今これはなんて場所だ、生誕庁舎、西阿波庁舎。あ、そうだ、ご飯どうしよう。たらこスパ、たらこスパ1食分だけならあるけど、この場所で今そんな経ちましたかね。もうすぐ市街地通りますね。そこで、あ、そうだ、五色浜、そうです、そうです。もうちょい先に市街地があるんで、そこで食材買っていくか。ご飯自炊を考えてはいるんですけど、ただ道の駅結構夜も人がいるっていう話だったら、そうか、あれか、ナルト、あれ、あそこはナルト海峡でいいんですかね、の夜景見に来るのか、みんな。今夜のメニューは、今夜のメニューパスタしかない。この行動力と判断力、ずいぶん時間かけてますけどね。夏休み旅行いいですよ。放送しなかったらもっと楽なんだけどな、これ。なんか放送してるとすごい精神的圧迫感があるな、相変わらず。なんかその自分の行動に今みたいな空白時間ができるとすごい痩せる。そう、節約、あ、5キロぐらいで。
これから通る市街地が最後かな。カップルに混じってそんなにかねない。地震来ましたか。いや、皆さんに直接圧迫されてるという感じはじゃないんですけど、それから、ああ、今日道の駅考えてます。ちょっと天気が怪しくなってきた。少し黒くなってきたな。温み池でも今たっぷり休憩できたから体楽になったな。水に落ちないようにします。あ、南淡路市に入った。そう、自転車旅行本当に計画立ててないとこんな感じ。南淡路市は松の木とヨットかな。あれはあ、大丈夫ですか。そう、寝袋で寝ます。あ、また大量の玉ねぎ欲しい。雷音は今出ないです。大丈夫です。これ中まで全部ですね。重たいんだろうな。あ、やっぱフレームをこれ中支えるやつは金属で補強されてますね。ちょっとボロボロしてますね。おっと、して、あ、そうか、でもシャワーに行くんだったら電源はもうないな。まあ、あとは現地に行って、その温泉、日帰り温泉ができるって看板とか見つけたら入るか。そこだったら充電できる可能性が高いから。保管してるだけ。いや、干してるんじゃないですか。うん、乾燥させてっていう。それ玉ねぎホストどうなのか分かってない。多少でも充電できると明日は放送できると思うので。うん、ああ、偽装。でも淡路島はブランドとしてあるわけか。じゃあ先は干してるのか。よくないな。放送、ありがとうございます。ただ明日本当にバッテリー的にどんだけできるか。っていうか今日はどうするかな。こっから道路しか見えない。道路しか、ん、なんか向きおかしいですか。それか電波が悪くて行ってないのか。玉ねぎ、私は知りませんでした。でいい、そうですね。今日この後見どころあるかな。この後その温泉のところ行って、やれるだけやっとくというとはあるけど、節約のためにどっかで切るというのもある。タミ以外、うーん、どうすかな。いつか浜一遍やってもらったことあります。萩で。湯は高いですね。線香花火、残念会の線香花火。この辺り民宿出てきたな。あんな高級フルーツ食べれんわ。ビワは味はそんなでもないけど香りがいいですよね。で、私はそれでビワが結構好きです。もういつも香りには、香りはいいなと思うんだけど、味にはちょっと薄い感じがして。恋に恋したことはどうかな。難しいです。ただで、どこで切るかな。映像資料的にどこで切ったら一番効率が良くなるか難しい。まあでもあまり考えずに今日できるだけやっといて、明日できないならできないで仕方がないという感じかな。
とりあえずフローのあるところまでは。 GoPro は何時間録画できるの？ GoPro は、あ、そうだ、GoPro はもう終わっちゃうの？路面放送って今映像おかしいですか？ GoPro もしかしてメディアもいっぱいになったかな、忘れてた。まだ大丈夫だなあれ妙に持つな。32ギガです。まだ2時間以上持つな。ってことはあれ、途中録画できてなかった部分があるにしても妙に持つな。体力、いや逆だと思います。素直に落ちてきてると思います。前もうちょっと山とか含めて走れたんですけどね、最近はなんかやる気のなさもあるのかもしれないけど、山が入るとかなり用心深く距離減らします。前もうちょっと行けたけどな。でもやっぱりもっと頻繁に走んなきゃダメだな。本当に土日に走るかどうかだけなんで、それ以外はもう微動だにしてないから。明るいうちで行ったら6時ぐらい、あ、もう4時半か。案外やばい。海水浴場のシャワーっていうのはどんだけいつまで使えるんだろう。やる気もそうですか。やる気のなさがもう見に来られてるのかな。私は反時計回りで走ってます。毎日八重地は道の駅うずしおのつもり。ああ、シャワー、そうですね。ヘッドライト、宿、今日宿じゃない。なんで淡路島、なんか淡路島である理由妙に聞かれますね、今日は。いや、鉄道がないんでアクセスがしづらかったんですけど、とりあえず乗り込んで3日間あればなんとか戻ってこれるだろうと思って、またこの私でも。ローソン、このローソンも店内に浮き輪がぶら下がりまくってます。ジェノバで渡りました。早かった。実家大丈夫でした。メールで確認済み。テントはそうですね、夜降るかもしれないし、とりあえずテント張るかな。ただ道の駅の様子によりますね。計画性ない、私は全然計画立てられないです。はい、あ、シャンプー持ってきてないですね。石鹸はあるけど、いや、あったっけ、あったかも。慈悲の海、あ、上向きに。はい。カメラの向きおかしかったら教えてください。これでどうですかね。見るだけ。まだ。OK。ありがとうございます。もっと上。大丈夫ですかね。スマホが、そうですね。公衆浴場、銭湯みたいなのはなかなか街中じゃないと難しいですね。あと街中でも最近減ってきてます。スーパー銭湯はまだあるけど、ただの街の銭湯はなかなか、結構生き残ってたんですけどね、最近特に消えていってる気がする。あ、そうだ、食料どっかで買っとかないと。どうしよう。スーパーがあったら適当に入って買ってくるか。
あ、洲本。持ち家。私が今住んでるのはマンションというかアパートみたいなとこですけど。今日のメニュー。今まで言うな。代わりはまだあんまりわかんないですね。あ、でもちょっと、いや、これ玉ねぎの方かな。もしよければ最高級中華用に作って差し上げます。最高級。私は料理は苦手です。前料理物を取り料理を作るという趣味を一時期持ってましたが、あまりうまくいかなかったです。あれ、淡路ですか。そう、淡路島です。本当にこちらの方ですか。スパガス、最近使ってないな。ガススパロボ。淡路島といえば玉ねぎです。そうです。さっきあのご当地お菓子の玉ねぎパイをいただきました。私も料理苦手。少なくとも得意じゃないです、料理は。お、あ、新しい、見たことないパターンの飛び出す看板だ。かすかに萌えが入ってるようにも見えなくもないかな。邪魔、わらわら、かけるくん。ん？よっと。この白いとこは何なんだろう。わら、邪魔って何が、何が。あ、違う、裏が全然違う。この黄色い肌見るとシンプソンズじゃなくて昔の PC ゲームを思い出すな。ロビさん、いや、もう萌えから言うとちょっと違うかな。あ、そういう意味で邪魔って、あ、本当だ、確かに。玉ねぎ粉末スープ、あと淡路西国第14番観音寺。なんか目を見開いてる一休さんみたいなのが、やたら目がパッチリしてる。やっと上げて。どっかスーパーみたいなの。この辺りが中心地ですよね。あれなんて書いてあるんだ。あの山どれなんだろうな。あ、市役所過ぎると、いや、あの山右の、まだ海沿いに私は行きますね、予定ルートだと。淡路ファームパーク、イングランドの、あ、本当だ、なんか変だ、よそ見してた。確かに変。渡るちゃん、渡るくんはどんなことがあっても渡ろうとするわけですね。淡路島ですね、そうしてほしいです。あれ、なんか店あんまないな。店の気配がない。あ、違うか。店ないですね。貸し店舗多いな。検索した方がいいか。お菓子屋さん多いの？よろず屋まとめ店。いや、お菓子屋さんは、うん、よろず屋さんはあってもおかしくないですよね。あ、地元の人、そうですね。くつろぎプラザってのがある。くつろぎプラザ。今日は、南端の道の駅渦潮にスーパーストアで検索。あった。
ああ、マイマートはちょっと戻ってく、戻る方向にあるな。くつろぎプラザシーバーっていうのは確かにスーパーストア検索で出ますね。じゃあ、そっち行ってみるか。よっ、と、と。ファミマ、さっきローソン、あれファミマだったっけ。ローソンが一箇所あったのありますね。ちょっとこれだと逆走、逆走っぽいな。歩道らしい歩道がないから、これだとなんか言い訳できる。まあ、歩道に乗っていいかどうかって話はまた別にあるとして。歩いてませんね。向こうに戻ればマイマートっていうのがあるみたいですけどね。4時半か。ん、いや、何か食材か食べるも、直接食べるものを。あ、見さした方向に、あっちか。とりあえずは、とりあえずはまずなんとかプラザをピタッと見て、次かな、ファミマは。いや、ファミマのあっちの方にマイマートあるな。マイマートって行った方が早い気もするな。東に、ちょっとここから、今私が向いてる方から右に向かえば東のはず。熊橋、雲行きちょっと怪しいんですよ。降り出してもおかしくない感じ。お、あそこにはパッと見ポイ捨ての街って書いてある。あ、お店、わかりました。ありがとうございます。一応真ん中に禁止って書いてあるんだけど、禁止が字が小さいから。ポイ捨ての街、あ、で、クアハウス温水プール、ゆとりくもここにある。あ、ファミオもそこにありますね。これで大丈夫だ。軽自動車が多いのは、っていうか軽自動車の方が燃費がいいからじゃないんですかね。軽が多いっていうのは確かにコメントでよく言われるな。都会だともっとなんか重自動車が多いんでしたっけ。あ、コメリもある。地元借り通って軽自動車すごく多いよね。お、淡路ビーフの里。この中が店が入ってるのかな。そう、重戦車、私もそのイメージで言いました。自治会、うん、自治が、なるほど。戦車ゲーム、さすがにプレイはもう最近してないですけどね。牛、牛。確かその辺に牛の銅像が。牛の銅像あります、あります。今前で寝てる。いや、寝てない。軽特急車で自動車でだいぶ違うよね。ビーフ取材すればもらえる。え、取材すればもらえる。ん、 URL 省略。ん、これ今夜はビーフ牛だな。牛だ、牛だ。え、店どこにあるんだこれ。あ、あっちか。侵入禁止って書いてあるけど入っていくな。どういうこと。これが店かな、店か。あの、何売ってるか書いてないんですよこれ。和牛をさばいて。コメリありますね。コメリで買おうと思ってたものはもう特にないな。昨日のうちに手配してきてしまったので、あの後ろの荷台のゴム紐なくしたかなと思って買ってきたんですけど。クツロギシーパー、そうです。これは何ですか。港郵便局の郵便ポストがなかなか面白いことに、郵便ポストこんなになってるのは
あ、そうだ、能登半島の小石海岸で見たことある。ハート、あの羽のついたハートが上に乗ってるポスター見たことある。うん、ゆっくり回るつもりで来ました。ありました。なぜか急いでる。最後はでもやたら細かいですよ。ちゃんと鬼瓦もあるし。しかしさすがに傷んでるな。え、本物の瓦。うわ、なんかダニっぽいのがいっぱいいる。カビのところにダニが住みついてるな。私がコンコンとかやったからちょっと慌てて動いてました。じゃあ買い物してきますかね。で、買い物するとまただいぶ皆さんお待たせすることになるんですけど、ここでいちいち切るのもなんかな。でも節電にはなるな。いや、ここで切ってしまってもうフロントコについて切るというのもあ、バッテリー温存としてもいいかなと思うんですよね。あー、悩ましいな。いや、自分で決める、自分で決める。こっからあと十何キロ。このまましとっか。じゃあこのままちょっと買い物してきますね。よいしょ。あなたは旅行をしてるのか記録をしてるのか。記録をしてるのか。確かにそう思うこともある。じゃあ雨が、そうそう、これ店の中に入ってる間に飛び出したら最悪だな。せめてあの中に屋根の下入れとくか。インスタントのものしか買ってきません。こんにちは、今日も青いですね。あ、青い、いらっしゃいませ。どうしよう、どこ向けといて。危ないかな。青い石田、次回自転車の見張りはリスナーに大中。あ、これをこうして、これぐらいかな。いや、ちょっとそれは。じゃあ、買い物してきます。風強い、雨降りそうだね、予宿するの。ロボさん、どうか内部が水に浸かっちゃったよ、元気悪いね、
ロボさんは合うものじゃない皆の心の中にあるもの。パナソニック、そもそも実在してないだろ。見たことないよね。幻ですよ。九州は大変なのに、こっちは雨降らないんですね。ロボさんは思い出。誰も見たことない。光のごとく速いからな。誰か充電してあげて。想像上の人物です。ロボさんは幻影。三島で会ったロボさんは幻だったのか。心の中をよくご覧。ロボさんがいるよ。ロボさんはメインの道走らないしな。実はロボさんはバーチャロイドなんだぜ。緑の赤の仮面ライダー色は目立つ。デコ車が現れて充電してあげると予想。この辺にリスナーいないの。第17くらいにランクインしました。ああ、確かに仮面ライダー色。わら、淡路島とかインターネットないだろ。またの名はオタクくん。神戸にはいっぱいいそうだけど。ロボさんの本体はメガネ。ロボさんなら道の駅で充電できるはず。徳島あたりからピャッと来るんじゃね。リスナーは助けてあげよう。充電。泥棒。